ージにはマー君に登場していただきました。ちょっとマー君、暑いからってね、うちまでこんな仰ぎながら登場ってのはないんじゃない？え、あ、ちょっと待ってください皆さん、これもしかしてマリンズとポッカコーヒーのコラボうちわじゃないですか？そうなんです、皆さん、実はね、このステージ向かい側、ポッカ札幌特設ブースでは、本日こちらのうちわを配布しています。もうすでにお持ちの方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。実はあちらのブースの方でマリーンズへの応援メッセージフラッグの書き込みイベントを行っておりまして、そちら書き込みをしてくださった方にこのうちわをプレゼントしているんです。今日はね、とっても暑いので、ぜひ観戦のお供に使っていただきたいなと思います。ではせっかくなので、ちょっとマー君、なんかちゃっかりもうゲットしたつもりでいるけど、今からメッセージ書こうよ。ではメッセージフラッグカモン。さあ、せっかくですから私とマー君も応援メッセージを書き込んで、うちわをゲットしたいと思います。あ、皆さんたくさん書いていただいてますね。ありがとうございます。こちら試合開始前、グラウンド内のセレモニーにてしっかり選手にお渡ししますので、皆さんの熱い思い届けますからね。ではマー君とお姉さんもちょっとメッセージの書き込みをさせていただきます。さあさあさあ、なんて書こうかな。マー君も書いちゃってね。さあ、本日はね、ポッカ札幌ということで、皆さんおなじみポッカコーヒーの歴史を振り返るステージを楽しみいただいています。ちょっと私も書かせていただきます。さあ、皆さんもぜひね、このステージ終わったらブースの方でメッセージフラッグ書き込んでくださいね。さあさあ、マー君とコナツお姉さんも今メッセージを書いております。さあ、ということでマー君書けた？お姉さん書けたよ。さあ、ありがとう。ではオッケー。結構細かに書いてます。では書き終わったら、ちょっと M スプラッシュの2人に持ってもらって、皆さんにお見せしちゃいましょう。はい、じゃあそうだね、くるっとひっくり返ってもらってありがとう。ではじゃん、こんな感じです。まずマー君にはポッカコーヒー飲んで今日も絶好調と書いてもらいました。これ後でサイン書いといてね。誰書いたのか分かんないから、これじゃただのメッセージになっちゃうから。ちょっと待ってください皆さん、このマー君、自分のロゴのところにイケメンって書いてます。それはみんなが決めることだから。あ、自分で書いたの？いや、一応サインも後で書いといてね。さあ、お姉さんはですね、マリーンズの皆さん、カオカンのように優勝してゴールドに輝く男になってくださいと書かせていただきましたね。皆さん、今年はぜひ優勝してマリーンズの選手がゴールドに輝く姿を見たいですね。ということでマー君にはこのうちわを差し上げましょう。どうぞ拍手。こんな感じで皆さんもブースでメッセージを書き込んでいただくと、このコラボうちわもらえますので、この後ぜひ行ってみてください。では彩乃とまなみ、どうもありがとう。さあ、ということで皆さん、ここまでね、今までのカオカンの歴史を振り返ったり、メッセージフラッグを書き込んでみたりとお送りしてまいりましたが、今日のイベント情報をちょっとここでお伝えしたいと思います。